すみません、朝日新聞の藤森と言います。ロンドン出張について、お伺いしたいんですが、日程の中で、4日間連続して調整中という日が今のところあるんですが、これは五輪以外の何か目的があるんでしょうか。いや、それまで詳しく聞いてません。いろいろなんてのプランがあるみたいですから。あと、すみません、尖閣問題の関係で、知事が動かれることが、そのアジア票が逃げてしまうんじゃないかというような、知事 の、 尖閣諸島の発言で、まあ、2020年の招致活動なんですが、アジア票へ の、 影響があるのではないかという懸念の声もあるんですが、これについて知事 の、 お考えを。さあさあ、懸念がどういう論拠で、ね、成り立っているのか私聞きませんしね、それを言っている人と話をしたわけじゃないからね、そんな抽象的な質問で私これ答えることもないでしょう。はい、招致活動の関係者の方からもそういう心配の声が上がっているんですが、それについてはどうでしょうか。しかしね、オリンピックも大事だけどね、あなたね、国家の主権が及んでいる領土というものをね、侵犯されている時にね、それとオリンピックが代償になるというのもね、私はね、変な話だと思いますな。五輪では五輪で招致活動をされるという。当たり前じゃないかな。